行きたかったんだけど、こっち？違う、あっち。あったー。お？この露天風呂は時間により男湯女湯入れ替え制です。今の時間はお321。はい、今女湯になった。お邪魔します。わあ、貸し切り。そしてお風呂といえばこれ、あひるちゃんがたくさん。うわー、露天風呂広い。もう嫌なこと全部洗い流しちゃおうっと。あれ、ゆかり？え、こんな時間に誰もいないと思ったんだけど。ここにいるよ。え、ね、今なんか落としなかった？じゃないかな。何これ？カエルちゃん。カエルはわかるよ。可愛いね。これが露天というものでありますか。なるほどな。アイリス、あんたお風呂なんか入って大丈夫なの？琴音さんを探しに来ました。あ、私はここにいるよ。琴音さん、無事発見であります。何？この反応は。領事さん。正解であります。この辺りで少し反応があった気がしたのですが、湿度が高すぎてセンサーがうまく作動しないであります。何それ？ロボットショック。何それ？であります。テレビでやっておりました。はい、学習したのです。でもりょうじくん、さすがにここにはいないと思うけど。あ、寒い。早く入ろうっと。まずい。非常にまずい。山岸までいるということは、みつるもいる可能性がある。いたらどうなるんです？処刑だ。無事帰れるかどうか。うまくここから脱出しましょうね。全員生きて帰るぞ。おう。何か聞こえなかった？誰かいるのかな？え？ねえ、ちょっと幽霊とかじゃないよね。幽霊とか怨霊ならいっぱいいるんじゃないかな。ここ京都だし。本当そういうのやめて。あ、風花にははい、アヒルちゃん貸してあげるね。怨霊とかいたら。怨霊さんいるなら出てきてほしいであります。本当出てきたらどうすんの？話し合いで。話し合えるか。ゆかりにはカバさんね。いらない。一番新しいのに知るか。琴音さん、カバさんは私が。ああ、もうカバ禁止。風花もアヒルで遊ばない。もういい。この状況で幽霊とか出てきたら私たち逃げられないのよ。でも幽霊以外だったらどうしよう。そっちの方が怖いと思う。片アギスはあっち回ってみて。私と琴音はあっち行くから。了解であります。どうしよう。やったな。どうしよう。早く逃げろ。早く逃げろ。おーい。おい。結構いったなお前。結構いったな。慎重に行きましょう。慎重に。いやバカ。スピード出せ。慎重さでスピード。大事なのはスピード。スピード。バレたら何だ。スピードだバカ。いって。おい。さなだいだ。どうした。タオル忘れた。タオルなんかどうでもいいだろ。いやでも、あ、そうか、タオル大事だ。戻ろう。痛い。違う。これは誤解だ。事故だ。わざとじゃないんだって。マジで。どうした？何かあったか？処刑だ。短いお付き合いでした。